最高です、この言葉以外ありません。はい、高橋正樹です。僕の誕生日は11月26日、語呂合わせで言えばいい風呂の日、温泉の星のもとに生まれたと言っても過言ではありません。先週行ってきましたよ、札幌の奥座敷と呼ばれる定山渓温泉。株式会社共立メンテナンス、共立リゾートが新たに立ち上げた温泉リゾートホテル、定山渓ゆらく草庵。もう最高でした。館内 BGM の制作を担当させていただいています。実際にお宿で耳を傾けて宿泊させていただきました。まあ、来週からは僕は九州ソロライブツアー北の弾き語りと題して約20日間の音楽の旅へと出かけます。まあ、その前に今日はこの番組定山渓ゆらく草庵スペシャルと題して来週の九州ツアーへの士気を高めていこうと思います。30分間温泉トークお楽しみください。ということでいきます。今日もギター一本さらしに巻いて FM リベール、高橋正樹とけっぱって。この番組は旭川エルム駅前シカクリスタルの提供でお送りします。最後までガツンとファイトでよろしく。改めまして皆さんいかがお過ごしでしょうか。高橋正樹です。今日は定山渓ゆらく草庵スペシャルとお題しまして温泉トーク繰り広げていこうと思いますが、今バックにかかっている曲、こちらは色彩曲集ということで、館内の BGM を季節ごとに3曲、まあ秋は4曲ですが、全13曲を収めた CD、 先日リリースとなりました。こちらの中から冬バージョンをお届けしてます。まあ、ロビー、そして館内で流れています。まあ、この CD に関しては余楽草庵での販売、そして札幌市内の音楽どころ、ライブイベント会場で取り扱いという形になりますので、よろしくお願いします。まあ、温泉トーク、まあ、取り留めもなくなってしまうので柱を立ててみました。一つ目はお部屋、二つ目はお食事、三つ目は温泉と、この三本柱で展開していきます。まずはお部屋についてのお話から進めていきます。僕が宿泊させていただいたのは5階のお部屋。扉を開けると
左側には洗面所、ウォシュレット完備です。その場で手も洗うことができます。そしてまっすぐ進むと水飲み場があって、個室の温泉です。ボタンを押すと約50度の温泉が出てきます。適量が出てそのまま止まる。暑いなと思ったら水で埋めることもできます。そしてブラインドを開けるとそこには定山渓を一望できる素敵な景色が広がります。客室の中に入ってみますと、まずは寝室、ベッドが2つありました。ふかふかの布団、身を預けると吸い込まれていくぐらいの柔らかさ、安眠、そして快眠でした。今一度今の方に戻ると、引き出しが3つありました。1つ目を開けるとお茶、2つ目にはコーヒーカップ、そして3つ目はコーヒーセットが用意されているわけです。このコーヒーセットは共立リゾート名物と言っても過言ではないでしょう。それこそ今から10年前、2013年、ラビスタ大雪山さんで定期的にコンサートをさせていただいていた時代、楽屋代わりに客室を用意してくださってた。そのお部屋で本番前に手動ミルで豆をひいて至福の一杯、心落ち着けて本番に臨んでたっていう記憶が思い起こされてきます。今回も豆を手動ミルでひいて定山渓を一望しながら至福の一杯をいただいたわけです。一面雪景色ということで、この季節を感じながら、あ、そういえばこの歌もあったなって、2012年に綴った歌、一発録音での自主制作アルバム究極2に収録した歌、漢字の雪に方向の方と書いて行方。
人をなくすことが見えてしまうくらいだよ。残すほど辛いから、あなたはあなたのまま、僕は僕のまま、ずっと変わらないものが、それだけじゃ寂しい。あなたは気づいていた、知らなかった、ずっと変わらないものは、さよならをつけない勇気は、雪のまま次の高橋まさき、行方をお届けしました。今日は定山渓遊楽草庵スペシャルと題してお届けしています。二つ目の柱としましては、お食事について。午後8時からスタートだったんですが、その前にまだ時間があったので、夕ご飯前にちょっと小腹が空いたらこちらをどうぞとラウンジの方に行きますと、揚げ芋があったんです。この揚げ芋がまた一口サイズで美味しかった。お腹が空いてるものだから結構パクパクと食べました。そしてさまざまなお茶を楽しめるお茶のバーがあります。これも草庵ならではのおもてなし。そして午後8時になりますとお食事会場に行きました。で、今バックでかかってる曲は冬のレストランで流れている曲です。当日僕がいただいたおこんだて食前酒には、おたるナイアガラワインのカクテル。僕あまりお酒は飲めない方なんですが、このカクテル美味しかったな。で、そしてお料理、一番最初に出てきたのが桜マスの南蛮焼き、青粒馬煮、餃子ニンニクのおひたし、じゃがいもとそら豆のごま和え、カニ甲羅ちらし、もうすべて絶品です。一番最初の突き出しからこう来るかっていう感じでしたね。で、次にフカヒレの茶碗蒸し。このフカヒレって普段生活しているとなかなか僕食べる機会がなくて、いや、フカヒレ贅沢だなって思いましたよ。そしてお作りはマグロ、ブリ、サメガレイ、アシライ一式。お刺身も美味しくて、ほどなくして出てきたのがカムイ鍋、ブイヤベース仕立て、カムイ牛のつみれ。こちら味変でチーズソースとピリ辛ごまだれというのがあります。このブイヤベースのお出汁がものすごく美味しくて、そのチーズソース少し垂らして食べる、これまた味わいが深くてチーズの濃厚な旨味がありました。
ピリ辛ごまだれも美味しかった。このお鍋の中には具材としてそばがあるんですね。四角く整えられたおそば、これも美味しかったな。そしてお魚、ソイですよ。ズワイガニとエゾアワビ、肝ソース。そしてサラダはタラモサラダ、インカコロッケ。こちら両方いただいたんですけど美味しかったな。ぬたあえもありましたね。でお選びいただけるのが、ゆらく草庵オリジナルカレー、雑炊、夢ピリカのご飯ということで、僕は雑炊を選択しました。もちろんカムイ鍋のブイヤベースのお出汁の中にご飯を入れて、この雑炊がずっと食べていたいっていうぐらいの味わいでした。そしてデザートにはメロンプリン、生クリーム、そしてミントが添えられてる小田巻冬いちごということで、もうお食事の演出がものすごくて、で僕この豪勢なお食事を一人でいただいたかというとそうではなかったです。僕の目の前には余楽草庵支配人小林辰徳さん、僕は辰さんって呼ばさせてもらってるんですけどね、まさきさんお一人で来られるんだったら私ご一緒してもいいですかっていう話で、いやぜひぜひいろんなお話しましょうっていうことで、辰さんと共に夕食をいただきました。いろんな話もできて素敵なひとときでした。お食事の後ちょうど時間的に強烈名物夜泣きそば、こちらのラーメンも美味しかったな。練り梅で味を変えていただく、美味しいですよ。そして3本目の柱、いよいよ温泉です。今バックにかかってる曲は冬バージョンの大浴場でかかってる曲です。これ驚きですよ。もう館内の床が畳ということで、大浴場も特殊な施工がされている畳なんですね。転倒防止にもなりますし、大浴場のお湯もとっても良くて、で露天風呂は露天風呂でまた気持ちよかった。ゆっくりと壺風呂が3つあって、でその壺風呂に入ってゆったりとハラハラと舞う白い雪を見ながら、じっくりと自分自身を見つめてました。身も心も癒されました。はい。そして朝ごはんもいただいて、次なる良き再会を楽しみにしていますと、シャイニンでありますタスさんと、そして今回の BGM 制作にあたって立ち上げからこのプロジェクトに参加してくださっていた強烈の構図さんもお話をして楽しいお方でした。僕思うんです、こう余楽草庵のコンセプト、お宿のコンセプトとして人と人とのぬくもり、そしてご縁を大事にするという部分、僕自身の本筋の歌コンセプトもそうです。あなたがいて私もいるというスタンスだけは崩さずに貫いていこうと思ってます。2009年に書いた歌、そろそろ旅立ちの季節ですね。新たな旅立ちをされる準備期間になります。この歌をそっと添えていただけたらと思います。指切り、いよいよ今日旅立つ日だね、これからそう会えなくなるね、たまには私のこと思い出しておくれよ、いつでもあなたのこと感じているから忘れないで、
忘れないで。さよならじゃないから、軽く手を振った。また会えるはずと信じて指切りをした。誰もいない部屋、膝を抱えて、涙がただこぼれる時は、心にあの空を描き出しておくれよ。みんなで笑ってたあの季節を思い出して、思い出して、大好きでいるから、大好きでいるから、また会えるはずと信じて指切りをした。これまでのこと、これからのこと、すっとすっと忘れないよ。これまでのこと、これからのこと、すっとすっと忘れないよ。これまでのこと、これからのこと、ずっとずっと忘れないで。大好きでいるから、大好きでいるから、また会えるはずと信じて明日を見つけて。さよならじゃないから、軽く手を振った。また必ず会えるさ、いつの日かきっと。今日も番組にお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。今日はゆらく草案スペシャルとお題してお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。
まあ、30分じゃちょっと足りないくらいですけれども、やったりと至福のひとときを過ごしてみたいなって方はぜひ定山渓湯楽草庵足を運んでみてはいかがでしょうか。本当に最高です。はい、僕の曲も耳にしていただけたら嬉しいです。今回お世話になりました定山渓湯楽草庵の支配人小林辰徳さん、辰さん、そして神津さんはじめ様々なスタッフの皆様、本当に感謝します。ありがとうございました。また良き日の再会を楽しみにしています。さあいよいよ来週からは九州ソロライブツアー北の弾き語り約20日間の旅がスタートしていきます。3月3日金曜日、福岡県福岡市天神にありますフォーク喫茶白いギターさんから始まって、3月16日熊本県ミュージックバー歌番さんまで、続いていきます。もしかしたら道中サプライズがあるかもしれません。いろいろとお楽しみに。インターネットの方で動向もチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。この番組に関するご意見ご感想、はたまたリクエストなどなどありましたらどしどしとお寄せください。すべての宛先はメールアドレス全部小文字でまさきアコースティックアットマーク gmail.com までとなっていますのでよろしくお願いします。番組の聞き逃し配信も放送当日午後10時から高橋まさき YouTube チャンネルの方で公開しますのでこちらもお楽しみください。この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りしました。また次回無事にお耳にかかりましょう。お相手は高橋まさきでした。また来週、バイバイ。